はい、どうも、ビデオゲーマーです。はい。今回ですね、ちょっと海外の方からコメントいただきまして、アップデートでね、増えた、こういうフェイスが、反映されないんだけど、どうしてだろうみたいなコメントいただきまして。はい。で、まずね、今、僕のは反映されているので、ちょっとね、見たいと思います。あ、これね、まあね、ブラックバンになってるんですけど。カーディフでいいかな？のベネットっていう選手ちょっと見ましょう。はい。これ反映されてますね。はい。今は反映されてます。はい。で、まあ、海外の方にもわかりやすくね、ちょっと英語表記にしてます。はい。で、ここのですね、これ、チームアップデートをね、一回リセットします。はい。で、これでもう一回見たらですね、モブになっているので、はい、モブになってますね。はい。で、これでですね、もう一回、チームアップデートをします。これですね、ダウンロードアップデートと。はい、これで ES を押して、まあちょっと時間かかるんでね。やっとね、アップデートが来まして、最初の時に反映されてなかったんですけど、FIFA はですね、ヨーロッパのリーグ戦だったりとか、いろいろとね、終わった後にね、チームアップデートを反映するので、それがね、まだ、アップデートした時っていうか、こう、あれですね、新しいアップデートの時は、まだヨーロッパのね、カップ戦が終わったぐらいだったので、これが反映されてなかったのもあってって感じだと思うんですけどね。なんでダウンロードしてもダメだった気がするんですけど。はい。で、これもう一回言ってですね。で、カーディフのベネット見たらね、こういうなってるはずです。はい、なってますね。はい。なんでまあ、僕は英語喋れないんですけど、これを見ていただけたらわかるかなと思います。一回リセットして、ダウンロードして、ですね。はい。してくれれば、こういうフェースになっているので、そんな感じでやっていただければ大丈夫かなと。で、もしなってなかったらもうそれはバグです。もう EA に行ってください。はい。でもまあ、大体の人ができてるんで、大丈夫だと思いますけど。はい。ってな感じですね。近々ね、これは上がってんのが、いつかわかりませんが、まあ多分今日が何日ですか。14。14の今10時半ぐらいですね。その後、ちょうどぐらいに上がってると思うので、今からね、僕はね、こういうチーム作って、明日にはあげれるようにね、したいと思います。はい。ではまた、キャリアの方でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。